女田中です。前半が終わりましたが皆さん盛り上がってますか？さあここからはコベルコスティーラーズプレイヤーズ一人をご覧いただきます。はい、早速ですが、はい、コウロ君が持っているこちらの写真、はい、こちらの写真で可愛いお子さんが写ってますけども、はい、さて、はい、どの方なんでしょうか？わかりますか？ティモシー選手かな違うかないや、チャイン、チャイン、チャイますね。チャイ、チャイ、チャイますね正解はこちらの選手です。ウイングの山下楽平です。正解した方は多かったんじゃないですか？ヒゲが生えたぐらいで顔は一緒ですよね。1992年1月30日に宇治市で生まれた山下楽平選手。どんな少年なんですか？ラグビーはしてましたね。小学校2年生からラグビーしてたんで、まあ、ラグビーしたり、まあ、家帰ってゲームしたりっていう、もう本当に、はい、普通の子という。きっかけは、まあ、お父さんがラグビーしてたので、はい、まあラグビーをしろとは言われなかったんですけど、何かしらスポーツをしてほしかったみたいで、まあ、地元の野球チームだったりサッカーだったり、まあ、ラグビーだったりを見に行った中でラグビーを、まあ、自分で選んでラグビースクールに入ったって感じです。多分楽しかったんですかね、まあ、鬼ごっこみたいなゲームをしてたりとか、なんかみんなで楽しそうにボールを追いかけて遊ぶみたいな感じのラグビースクールだった記憶があるんで、そこがすごい魅力的に感じたね。楽しそうだったんでって感じです。この頃少年だった山下楽平選手がある夢を持ちました。それがもう、でも小学校ぐらいの頃からプロでラグビーやし、プロでというか、まあ、ラグビー選手になりたいなっていう気持ちはあったんですけど、まあ強い人間じゃないんで、きつい練習、中学校、まあ、高校、大学と続けていく中で、これやっていかれへんなって思ったことは何回もあります。まあ、小学校の時はどっちかって遊びの延長というか、もうまあ遊びに行ってるみたいな感覚でラグビーしてたんですけど、まあ、中学校、高校となって厳しい練習というか、まあ、きついこともしないといけなくなったりだとかっていうところの違いはありましたけど、まあ、でも今でも変わんないですけど、楽しいからやってるって感じです。すごいちっちゃかったんで、まあ、今でも別にラグビー選手としては大きい方ではないですけど、まあ、そんなのが比べ物にならないぐらいちっちゃかったんで、コンタクトが起きれば吹っ飛ばされて泣きながらラグビーしてることもあったんで。からラグビー選手を目指す子どもたちにメッセージをいただきましたよ。やっぱり楽しむスポーツなんで、ラグビーも、まあ、楽しむっていうのが一番大事かなと思う。まあ、楽しめって言って楽しめるもんじゃないですけど、まあ毎日やってそのラグビーを続けてるからには、やっぱ何かしら楽しいって思う瞬間があるからだと思うんです。こう大切にというかしつつ、もちろん周りの人にそういうラグビーができてるってことが当たり前なことではないので、そこに感謝しつつ、まあ、日々を楽しんで頑張っていってほしいなと思います。いや、前半はいい試合でしたね。
僕もグラウンドに立ってると思うんで、後半は僕のトライ期待していてください。